ーーはい、かンなナセがお届けしていますラブロックフラミンゴここで番組に届いているメッセージを紹介したいと思います山口県から来ましたよゆうさん、女性の方ですね私の働いている保育園では転勤があって3月31日にお別れして4月1日からすぐに新しい保育園で働きます、えー、今年は、えー、転勤の年で 1>, 1日から緊張と不安の毎日を過ごしています七瀬さんもお子さんが進学でドキドキだと思いますが今どんな心境ですか PS 以前メッセージ読んでいただいたのですがステッカーがまだ届いていません楽しみに待っていますということでもうすぐにすぐに送りますのでねあのこういうのどんどん送ってくださいねあの私この間読まれたのに全然届いてへんやんかみたいなのねあの言ってくださいたまに忘れてるかもしれないんでね本当にあのー まあ、うちもねあの、4月から新しいところに行って、最初はすごい緊張して、もうなんか、あのー、朝とかも必要以上に早く起きたりとか、夜興奮して寝られなかったりとか、いろいろしてたんですけど、ようやく本当にリズムがついてきて、新しいお友達もできて、でなんかこう、地区別に帰ってきたりとかしながら、みんなで、なんかね、うちはね、急降下特急に乗らなきゃいけないんですよ。 であの各駅停車に乗るとすごく時間がかかるので、急行と特急を教えるんですけど、自分の駅で降りないと、とんでもないとろに連れて行かれちゃうんで、でもすごいあのお母さんたちとみんなで、とにかく、急行は赤色よ、特急はオレンジ色よ、それに乗るのよっていうのを言ってて、で子供たちがあるときに、もうゴールデンウィーク前やし、もう自分たち帰りたいと主張し始めたんですよ。 でもやっぱそうやって言ってるんやったらやらせたらあかんからじゃあもう自分たちで帰ってきなさいとでも親は心配だからみんな各車両に散らばってスパイですよ子供がもうほんまに自分自分の子供が一体どういう車内でのマナーを、ね、やってるかも含めてスパイをしてあの一応ちゃんと無事に特急に乗って自分の駅に帰ってきたので。 か、まあ、かっったかなと思ってます、まあ、全国のね、多分ね、新入生の親御さんたちはみんな同じ気持ちなのかなと思いますけれどね。でもきっとね、またね、夏休み来て、そうなると、どんどんたくましくなるのかなっていうふうに思っています。皆さんも、どんどん新生活のね、メッセージとかね、こんなエピソードがあるよなんていうのをね、ぜひ教えてください。メッセージお待ちしています。宛先は fmou さか .net にアクセス。番組ホームページからご応募ください。直アドは七瀬 F.M. 大阪ドットネットです。ファックス番号はゼロ六六六三三八五一ゼロゼロ六六六三三八五一ゼロです。アイカナナセの,のラブロックフラミンゴ。次世代の人たちにこのラジオの良さをもうなんか絶対知ってもらいたいなとも思うし。アイカナナセの,のラブロックフラミンゴ。皆さんこんばんは。今週も私フラミンゴ菊池が選ぶおすすめライブ行ってみよう。 今回のおすすめライブは5月16日金曜日に開催されます井原氏はるみブルースエンジェルスというイベントです井原氏はるみさんといえばキュートなキャラクターとおしゃれでパワフルなステージそして歌手のみならず FM 大阪のラジオ番組ソーナイスやファッションプロデュースとマルチに活躍されていますブルースエンジェルスとはそんな井原氏はるみさんと長年にわたり様々なジャンルで活躍してきた凄腕ミュージシャンたちによるユニットなのです ジャンルやカテゴリーにとらわれないその高い音楽性で大人の楽しめる音楽をテーマに各方面で好評を博しておりますそんな大人のライブをぜひお楽しみください今週のフラミンゴおすすめイベントのコーナーでしたこの番組はフラミンゴ時アルーシャの提供でお送りしました相川カン七瀬がお届けしてきましたラブロックフラミンゴいかがだったでしょうかミキティーヌさんかなりぶっ飛んでましたね イケイケですねなんかおもちゃ箱みたいな人ですね本当にライブが楽しみですそれでは今夜は桜舞い降りる頃の涙色を聞きながらのお別れです相川七瀬のラブロックフラミンゴお相手は相川七瀬でしたバイバイ